は、よもぎを煎じた蒸気を下半身を中心に、体全体に浴び吸収させる韓国の民間療法である。韓国では600年から700年ほど前から産後ケアとして愛用されている。よもぎ蒸しの方法には、薬草の入ったお湯を沸かして、その蒸気を皮膚や粘膜から吸収する方法、薬草を燃やしてその煙を浴びる方法の二種類がある。韓国では薬草を沸かして。 蒸気を浴びる方法が一般的である。韓国伝統のよもぎギ虫によく使われる漢方。薬草は、よもぎますます母草、甲府市、鎮皮、肝臓、ミント、契約多、タンポポ、蛇生児、千球、三白郎草、草葉、苦人、巻城、急雪草などがある。体質や病気によって漢方薬草が含まれた方が、その効果が高まると言われている。 なお、よもぎ虫を営業として提供する場合には、公衆浴場法に基づく、その他の浴場として、保健所の許可を必要とする自治体もあるようだが、自治体によっては、不要と判断しているところもあるので、管轄の保健所に問い合わせることが望ましい。古くから女性が産後、または陰部創応症や、膣炎などの性器に症状が出た時に活用する民間療養として利用されてきた。 温活として行われることがある。非え性改善協会は、伝統的な韓国の漢方、ヨモギムシの普及に努めている。ヨモギムシは韓国で昔から産後ケアとして愛用されており、体調や好みに合わせて漢方薬草を煎じ、その蒸気で体を温める。老廃物を排出し、自然治療力を高めると言われている。 ヨモギムシサロンでは専用のマントを着用し、ヨモギなどの薬草を煮出しした蒸気によって下半身を温める方法でヨモギムシが行われている。また、簡易的にヨモギムシができる商品も開発されている。日本から韓国へのパッケージツアーでプログラムの中にヨモギムシが組み込まれることがある。冷え症や月経不順を改善する目的でヨモギムシを利用している女性が多い。 デトックス効果があるとして宣伝されることがあるが、デトックス自体に医療的に根拠がないとされている。韓国の東伊方法館にヨモギは体を温めて冷えを追い出すと記録されており、また当時は薬草を燃やす小煙香るのという治療方法が行われていたことがわかる。中国秋代の軽岳全書には、 虫医法が記録されており、薬草を沸かす治療方法が書いてある。こうした記録からヨモギムシは韓国だけではなく、中国でも昔から愛用されている民間治療であることが伺える。ありがとうございます。